こんにちは、 T シャツ大好きスタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ買える大人におすすめの T シャツ5000というテーマでお届けをしてみたいと思っています。まあそれにしてもですね、毎日暑いですよね。こんなに暑いと、もちろんですね、重ね着ってなかなかきついし、できれば T シャツ1枚で過ごしたいんだよなと思っている方少なくないかなと思うんですね。まあ僕自身そうで、やっぱりですね、7月ぐらいから8月9月ぐらいまでは T シャツ1枚のスタイルが結構多いんですね。頭では分かってるんですよ。 T シャツ1枚が様になりづらいんだよなと思いつつ、でも快適さも大切で、その快適さの中でなるべく大人っぽく見えるものを選べば、まあ大人世代でも十分おしゃれは楽しめるのかなっていうのが僕の考え方なので、まあ今回はそんな1枚でも様になる T シャツをですね、5つセレクトしてみましたので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今後のお買い物の参考にしていただきたいなと思います。まあ価格帯もですね、結構様々チョイスをしています。安いものから、まあ、中間くらいの価格帯、まあ、それよりもちょい高いぐらいのところまで網羅していますので、まあ、ぜひ皆さんの予算だとか感覚に合うような T シャツがバチッと見つかればですね、買い足しながら夏の着こなしを楽しんでいただきたいなと思っています。まあ僕自身もですね、今季いろんな T シャツを買いました。無地のものもあれば、プリント系も買いましたし、あとはスポーツブランドのものなんかも買っています。まあそういった経験を踏まえながら、しっかりと今回チョイスしていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に皆さんにですね、おすすめの T シャツご紹介していきたいなと思ってるんですが、まあそれぞれですね、テイスト異なるものをですね、用意をしています。半袖の T シャツといっても、無地もあればプリントもあるし、スポーツブランドのものもあります。まあそれぞれのジャンルの中でこれはいいなというものをピックアップしてるんですが、まず一つ目は僕が大好きなプリント T シャツというジャンルの中から選出をしました。具体的な商品はグリーンレーベルのニューヨークフォト T シャツ6600円ですね。これは実物を見ましたが、すごく良かったです。僕自身もプリント T シャツが大好きなんですが、まあその中でも基本的にはですね、白ベースのプリント T シャツ、これが大好きなんですね。夏らしい清涼感のあるホワイト T シャツに対して、なるべくシンプルなプリントの入っているものだと結構大人世代にも似合いやすいので、僕はこの条件の T シャツをめちゃくちゃいっぱい買い揃えています。まあその中でもこちらの T シャツはかなりバランスがいいなと思ったので、皆さんにもご紹介できればなと思います。まずはベースとなっている T シャツのサイズ感ですね。これがですね、1枚で着る T シャツと重ね着をメインにして着る T シャツではサイズ感が異なるんですね。1枚で着る場合はちょっとトレンド感を漂わせながら、少し緩めの方がサイズバランスはいいと思います。一方で重ね着をする際にあんまり大きすぎると、どうしても上に羽織る時に首のラインが曲がってしまったりだとか、あとはダボついてしまってあんまりですね、着心地が良くなかったりするので、まあ、両者は分けた方がいいかなと思うんですが、こちらのプリント T シャツは最初からゆとりを持たせているので、1枚で着ても様になるんだけども、そこまでビッグに振りすぎてないですよというところが一つのポイントになっているかなと思います。ちょっと話は脱線しますが、まあ、いわゆるこうビッグシルエットというものの流行はどうなのかというところなんですが、まあ、相変わらずですね、旬なサイズ感ではあるんですが、行き過ぎた大きいサイズというのはちょっと流行も落ち着いてきたかなという感覚がありまして、まあ、特に僕ら大人世代はそもそも大きすぎるビッグシルエットの T シャツはなかなか似合いづらい。え、どうしたの？なんかサイズでかくない？合ってなくないって言われてしまうので、まあ、なかなか周囲の方々も理解してくれないので、まあ、ちょっと緩めのサイズぐらいがちょうどいいかなと思うんですが、まさしくこちらの T シャツのボディは少し緩いぐらいな感じで、1枚でも着れるし重ね着にも適しているというところが、まあ、バランスがいいかなと思います。白ベースの無地に対して真ん中にプリントが入っているんですが、ブラックベースの長方形の中にグリーン系の色合いがちょっと覗くようなバランス、これがですね、なかなか雰囲気がいいんですね。写真の題材となっているのはニューヨークの街並みなんですが、都会の中にある自然というところをテーマにしながら、モノトーンとグリーン系で表現しているあたりがすごくですね、大人っぽくて上品に見えるので、これはすごくバランスのいいプリントだなと思いました。で、プリント T シャツって大体のものは前にプリントがあったら後ろは無地、その逆もあって、前にはちょっとちっちゃなですね、胸元にプリントがあって、後ろの方に大きなプリントがある。こういったことが結構多いんですが、こちらの T シャツは前にもプリントがあって、後ろを見てもちゃんと大きめのですね、横長のプリントが入ってるんですね。なので、前
前からも後ろからも美しいというところでは非常にバランスのいい仕上がりかなと思います。写真のテイスト、後ろの方もですね、これまたちょっとこう焦ったような雰囲気の写真なんですけども、子供っぽさというところがなくて大人が着れるような、そんな上品さが漂っているので、これはなかなか仕上がりのいい T シャツだなと思いました。まあ、プリント T シャツって本当に安いものだと UT とかでも買えるんですが、個人的にはやっぱり夏の主役になるような T シャツなので、できればちょっと気分が上がるようなものを 1,2 枚でも持っておくといいかなと思っているので、まあ、そんな時にこちらのフォト T シャツは、まあ、かなりバランスがいいし、1枚でも主役になって、あとはこれに黒パンを合わせておけば間違いなく着こなしが完成してしまうので、大人が着れるようなプリント T シャツの代表的な1枚かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目の T シャツなんですが、ノースフェイスのショートスリーブハーフドームウィンドウ T ですね。価格は4950円ということで、これもですね、めちゃくちゃ仕上がりのいいプリント T シャツになっています。先ほどですね、プリント T シャツには前面にしっかりとプリントが入っているものと、あとは背中側ですね、こちらにプリントが入っているもの、結構大きく2つに分かれるよというお話をしましたが、この T シャツに関しては前面にはノースフェイスのロゴがシンプルに入っていて、後ろから見た時に大胆な写真がですね、プリントされていると、そんな感じの T シャツになっています。このですね、プリントが非常に良くて、モノトーンの山の写真になっているんですが、実はですね、これってよく見るとノースフェイスのロゴの右部分ですね、こちらのですね、モチーフになっているヨセミテハーフドームの写真なんですね。これって見る人が見たらわかると思うんですが、ほとんどの方は気づかないようなポイントだと思うんですね。僕も全くそれ知らなくて、普通にこうプリントの雰囲気ですね、モノトーンなんだけども、よく見ると自然豊かな山の風景ですね。この辺りはノースフェイスらしいなと思っていたんですが、まさかノースフェイスのロゴのですね、元となっているような、そんな場所だとは全く思ってもいなかったんですが、これなかなかバランスがいいかなと思っています。カラー展開3色なんですけど、これどれも良くてなかなか迷うんですよね。まあベーシックなところで言えば白ベースのものが使い勝手いいかなと思うんですが、結構ブラックもかっこいいんですよね。シャープですごくモダンな雰囲気が漂うので、ブラックもいいし、意外と中間的なミックスグレーですね、ちょっと木感があるような雰囲気もなかなかいいので、色を選ぶのが一番のネックだったりするんですが、これはバランスのいい仕上がりかなと思います。ノースフェイスの T シャツというと、結構一般的には前面にノースフェイスのロゴがですね、ドーンと入っているもの、このあたりを見かけることが少なくないんですが、ちょっとそれだと人とも被りやすいですし、ブランドの主張が強すぎるかなと思うんですね。一方でこちらは前面から見るとシンプルなロゴが胸に一つだけで、後ろから見ると普通のプリント T シャツに見えるんですが、よく見るとノースフェイスらしさがしっかりと隠されたような T シャツになっているので、これはかなりセンスのいい仕上がりになっているかなと思います。素材はコットンとポリエステルをブレンドさせているんですが、まあ、速乾性のあるポリエステルの素材感と肌触りの良さを感じるコットン、このあたりの良さをですね、ミックスさせているので、まあ、非常にですね、機能的な部分も含めて使いやすい T シャツになっているかなと思います。ワンマイルウェアとしても活用できますし、夏の外遊びでガンガン着るにもすごく便利です。1枚なので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はど真ん中のですね、無地 T シャツ、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今僕自身も着てるこちらですね、ユナイテッドアローズのポンチ T シャツデオドラント、価格は8800円とちょっと高いんですが、まあ、僕も今までいろんな無地 T シャツを着てきましたが、その中でも頭一つ抜けてるのがまさにこちらの T シャツかなと思います。これまで僕もですね、3枚購入してきまして、去年はこちらのホワイトを買ったんですが、まあ、使い勝手が抜群に良かったんですね。ちょっと立ってみましょうか。まあ、サイズ感はやっぱりちょっと今っぽいゆったりめのシルエットになっています。こちらで M サイズですね、身長164センチ、53キロで M サイズ着ていますが、まあ、袖丈ちょっと長めになっています。腕の関節ぐらいまで着ていて、ちょっとゆったりめの雰囲気かなというところですね。で、身幅も少しゆとりはありますが、そこまでビッグに振りすぎてないので、大人の男性にも使い勝手のいいようなサイズ感になっています。なんてことはない白 T ではあるんですが、素材の質感ですね、これが圧倒的にいいんですね。ホワイトの T シャツって本当に地味に見えがちなんですが、まあ、動くとわかるかなと思うんですが、
表面に微光沢があって上品な雰囲気が漂うのがすぐに見て取れるんですよね。まあ、特に無地 T シャツって本当に退屈に見えがちなので素材感の良し悪しというところはすごく重要になってくるんですが、こちらの風合いはかなりいいんですね。で、 T シャツ1枚で着ても透けないぐらいの適度な厚みがあるんですが、着ていて邪魔になるほどの厚みではないので、そのあたりのバランスもちょうどいいんですね。まあ、1枚で着てももちろん様になるんですが、ちょっと肌寒く感じるときにはこの上にカーディガンだとかジャケットだとかシャツアウターだとか、まあ、こういったものを羽織ってあげてもバランスが取れるような、まあ、そういったサイズ感になっているので、これは使い勝手がいいんですね。またカラーバリエーションも結構豊富で、今僕はホワイトを着てますし、あとはブラックなんかもシャープでかっこいいんですが、個人的にはロイヤルですね。ちょっとこうグリーンとブルーを混ぜたような、こういった色合い、まあ、シーズンカラーだと思うんですが、毎年ですね、このようなシーズンカラーって変わってくるんですけども、ブルー系とかグリーン系の仕上がりがかなり良くて、まあ、ぜひこのあたりもですね、チェックをしていただきたいなと思うんですね。まあ、特に白黒 T シャツっていうのは、まあ、いろんなブランドで取り扱っていますので、そこまで明確な違いが出しづらいんですが、ちょっと綺麗な色味というのは、そのブランドのですね、方向性とか個性が結構しっかりと反映されるものなので、まあ、価格帯が上がることで違いは出やすいかなと思います。ですので個人的に一押しはロイヤルだとかダークグリーンですね。このあたりを着てもらって黒パンと合わせればもう着こなし簡単に完成しますので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目なんですけども、これまた今僕が着ているですね、シップスエニーのコットン USA ドルマンキャンプポケット半袖 T シャツ、価格は6930円になります。これはですね、昨年購入してめちゃくちゃ着たシリーズなんですね。ちょっと立ってみましょうか。まあ、皆さんにもですね、昨年ご紹介したので知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、今年もこちら継続でですね、発売されていたので皆さんにもご紹介ができればなと思っています。正直ですね、こちらの T シャツって結構ですね、厚みのあるがっつり系のコットン使っているので、肌触りがすごく滑らかでいいだとか着心地がめちゃくちゃいいかというと、そんなことはなくて、かなり男っぽい仕上がりの素材感になってるかなと思います。しかもサイズ感ですね、これ見ていただくと分かる通りめちゃくちゃでかいんですよ。袖丈もですね、腕の関節よりもはるかに長いし、身幅もかなりゆったりです。僕が持っている T シャツの中でこれが最もビッグシルエットなのかなとは思うんですが、ただですね、なんか知らないけど好きで、去年一番着た T シャツがこちらだったのかなと思うぐらいですね、個人的には気に入ってるんですね。シンプルなビッグシルエットの T シャツで、素材使いもちょっと男っぽいんだけども、色合いがこのダークグレーが都会的でシャープで、ここのギャップですかね、ここがすごく気に入っていて、気づけば着てしまうというような、そんなですね、病みつきになる魅力を持った T シャツなのかなと思います。そして無地の T シャツなんですけども、この腰の部分にキャンプポケットと呼ばれるような、まあ、収納できるポケットがあるんですね。実際ここがですね、使うかといったらまず使うことはないんですね。ただですら軽量な T シャツという感じではなくて、割としっかりとした厚みのある T シャツなので、ここに物を入れたら垂れ下がっちゃうので、あんまり使うことはないんだけど、デザイン的なワンポイントにはなるので、このあたりも含めて好きなディティールなんですよね。意外と合いそうでなかったのがこのようなキャンプポケット T シャツで、デザイン的な遊び心と、あとは色合いのシャープさ、そして大胆すぎるぐらいのサイズ感、このあたりがうまくミックスして、なぜかバランスが最高にいいというのがこの T シャツかなと思っています。まあ、僕はどんな場面に着てたかというと、キャンプだとかアウトドアだとか外遊びの際に、こちらのキャンプポケット T シャツに短パンを合わせるみたいなスタイルが大好きなんですね。ゆるすぎるぐらいのビッグシルエットの T シャツに短パンのスタイルというのはすごくハマりがいいので、まあ、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。まあ、カラー展開はいくつかあるんですが、もう断然おすすめはダークグレーですね。これ結構去年は早い段階で売り切れてしまったんですが、今年はまだ在庫ありますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はコスパ部門ですね。ここで個人的に一番おすすめしたいのは、無印良品の涼感 UV カットワイド半袖 T シャツですね。価格はなんと2990円。これまでご紹介してきたものの中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇るのが、まさにこちらの T シャツかなと思います。僕自身も今着ていますし、まあ、先日動画でも解説をしたので、まあ、皆さんもすでにご存知だと思うんですが、まあ、いろんなですねコスパ系の T シャツあります。ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツもあるし、 GU なんかにもあるし、まあ、グローバルワークなんかにもありますけども、その中で個人的に一押ししたいのは
この UV カットワイド半袖 T シャツかなと思っています。まあ、サイズ感はですね、ゆったりめなんですよ。ワイドな T シャツなのでゆったりめなんですが、先ほどですねシップスエニーのキャンプポケット T シャツを着たので、あれがめちゃくちゃワイドだったので、それに比べるとかなりコンパクトに見えますが、それでも結構ゆとりを持たせたような今っぽいシルエットになっているかなと思います。袖丈はちょっと長めなんですが、腕の関節より少し短めぐらいかな。で、身幅もゆったりしているんだけども、そこまで大胆になりすぎないのが大人の男性には似合いやすいポイントだなと思います。まあ、特に40代以上の大人の男性であれば、まあ、これぐらいのサイズ感に留めておくのは僕はいいんじゃないのかなと思います。先ほどのキャンプポケット T シャツというのは、ある程度おしゃれが好きな方に限定されるかなと思うんですが、まさにこのあたりは大人世代には使いやすいようなサイズ感に仕上がってるかなと思います。で、ユニクロ U のエアリズムコットンとサイズ感とか雰囲気めちゃくちゃ似てるんですが、一番の違いはここですね。胸にポケットがあること、これがあることで適度に着こなしの中にアクセントが生じるので、まあ、バランスもいい仕上がりになってるかなと思います。空張りも豊富なんですけども、個人的にはこのちょっとブルー系なんですけども、くすみ感のある色合いですね。これが程よいアクセントにもなりますし、使い勝手めちゃくちゃいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。価格が安いので何枚か持っておいてもいいかなと思うんですね。ちなみに僕が今着てるのはスモーキーブルーというものになりますし、あとはですね、まあ、ミディアムグレーもすごく良くて、まあ、個人的にはミディアムグレーのシャープさがすごく好きかなと思います。ただちょっとこう夏の着こなしとしては華やかさが足りないので、そのあたりはこのスモーキーブルーなんかでちょっと華やかさを足してあげるといいんじゃないのかなと思います。2枚買っても6000円未満なので、このあたりのコスパの良さというところは非常に満足度が高いかなと思います。まあ、ですので今回ご紹介した5点の T シャツありますが、その中でも日常的に着るものは無重視で、ちょっとこうお出かけの時に着るような一丁羅 T シャツに関してはユナイテッドアローズで買うだとか、まあそういった形でそのシチュエーションに応じてですね T シャツを揃えてもらうとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。個人的には無重視良品ってすごくシンプルで、サイズ感もジャストサイズのものが多い印象だったんですが、その中でもこのようなちょっとワイド感のあるような T シャツが出てきたっていうのはすごく新鮮でしたし、これを機会にですね、いろんなアイテム僕もですね無重商品で今季は買ったので、まあ、とてもきっかけになったような象徴的なアイテムだったと思います。今後無重商品は熱いなと個人的には感じていまして、まあ、どんどん動画の中でも取り扱っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では今すぐ買える大人の夏の T シャツ5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、本当に様々な個性の T シャツが出てきたと思います。シチュエーションだとか好みに応じて選んでいただけるような選択だと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら T シャツですね、夏は長いのでちょっと買い足してみるのもいいんじゃないのかなと思います。ちなみに僕自身もいろんな T シャツを買ってきましたが、個人的に一番気に入ってるのは今着ているですね、スティーブ・アランの T シャツですね。すごくシンプルなように見えて、よく見ると襟部分だとか裾の部分ですね、これ後ろと前をですね逆にしたようなデザインになっているのがちょっとエッジが効いていて、個人的にも気に入っています。まあ、こんな具合で本当にいろんな T シャツを僕自身も買ってきてるわけなんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、自分にとってしっくりとくるような主役級の T シャツをですね買い揃えていただいて、夏の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて1本のライブ配信をやっていまして、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで、まあ、しっかりとですねおしゃれが好きな方に向けて情報発信していますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では写真と文章ベースでおすすめのアイテムをですね、まあ、どんどんご紹介をしています。僕の方でも毎日投稿していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、気になる方はですねこちらも概要欄にリンク貼っておきますので、チェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。